はい、どうもおかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで今フェラルフォードからこちらの自宅に帰ってきたところなんですけども、見てください。救急キット使いまくった結果ですね、ほらついに上回りました。はいついに回復が上回りました。これで治ります。多分完治しますね。やりましたもうだいぶ長いこと苦労したけどね。いやでももう救急キットで治るっていうことが分かったらさ、余裕でしょ。余裕じゃないけど、まあやりようがあるよね。なんだっけ、プルーなんとかは作れないけどね、救急キットでもうどんどん回復していく感じだよね、こうなったらね。はい、ということで、まだね荷物満載なんで、ちょっと荷物を整理してからまた始めたいと思います。はい、それでは少々お待ちください。はい、ということで、荷物整理終わりました。はい、今ちょっと弾を作ってますけどここでね、7ミリの弾がもうなくなってしまったので、一応作ってます。今ねこの AK4 のやつね。でこれはまあ161までもう減っちゃったんだけど、これ作るのね結構コストが高いんでこれ作るのね、まあ今後は、まあ最初はね面白がってこれ使ってたけど、まあ今後は本当にこれはスナイパーライフルみたいな使い方して、通常時はもう AK かこのパイプマシンガンでやっていこうかなと。一応ね品質4がまだ持ってたんで、持っていくことしました。在庫は残ってたんでね、ただこれ前のね品質6にさ、もっといろいろついてたけど、あれも全部なくなりましたね、壊れちゃったからね、スコープとかせっかく作ったのがついてたんですけど、まあ、なくなっちゃいましたね。まあそれはしょうがないな。はい、ということで、じゃあ今日は何をするかっていう話なんですけど、ここのねピン止め、これ見てください。ほらこれ多分車両テーブルだと思うんでね、これを今日は作ろうかなと思って、たんですが、なんかねトラップとかいろいろ作ってたら材料はなくなったかもしんないんだけど、なくなったか、足りるか、あ足りるか、あ一応足りるね、足るかな。全部エンジンは向こうで使ってたのをまた抜いてきたので、エンジンは4つありますね。あ作れるね、作るか。ここは今空いてるんで、多分ここで作れると思うんだけどね。あ、作れるね。これ出た。来たよ。これ4分。これ作りましょう。とりあえず。これだよね。これだね。多分わかんないけど。読めないからね。読めないからわからないんだけど。よし。これでちょっと車とか乗り物が作れるんならね、めっちゃラッキーなんですか、それ。未だに自転車に乗ってるんで、これね。未だに自転車愛用してるんで、ちょっとね、もうちょっといいの欲しいよね。自動で行くやつね。自動。スタミナ使わなくていいやつね。ちなみに、焼くのはもうない。これをもっと作りたいね。こっちの拠点も強化したいところなんだけど、まあ、この辺はしなくていいんだけど、上の方をね、もうちょっと、上の方叩かれるんでね。強化したいところですね。はい。じゃあ、ちょっと4分ぐらい待ちましょうか。3分ぐらいちょっと待ちましょうかね。はい。はい、ということで、ちょっとマーサの マーサがなんか女子会配信してたんで、女子会の配信をしてたんで、スパチャ投げて帰ってきました。はい。もうできたかな？あ、できましたね。よしよしよし、オッケー。これちょっとじゃあ置いてみますかね。これで、やっと、あ、でかいね。あ、でもこんなもんだったか。重なるやん。さすがにちょっと重なるのはまずいな。ああ、そういう感じなのね。ちょっとでかいんだね。実際のブロックよりもでかいのね、絵がね。まあ、ここに置くか。じゃあ、しょうがない。ケミしてこの辺に置こうかと思ってたんだけどね。まあ、いいか。置けるか。あ、アドバンストフォージもそういや作りたいんだよね。ちなみにこれ、ああ、作れる。車作れるようになった。車ばっかかな。あ、ミニバイクも作れんの？ミニバイク作るか、ちょっと。せめてミニバイク、もっと、なんか今、スキルはどうなってんだっけ？どこまで上げたんだったかな？コードエンジニアリングじゃなくて、グリースモンキーか。グリースモンキーないの？あ、グリースモンキーないんだ。今まで気づかなかった。あ、マジ？グリースモンキーないの？あ、ないね。なんか気づかなかったわ、今まで。もう14日目になる、なって初めて気づいた。グリースモンキーがないということに。代わりにこれなんだ。ね、代わりにこれ、あ、で、これでエンジンがどうのこうのっていうやつ？違うのかな？説明が出ないから分かんないんだよね。
まあでも今のところこれ見た感じ、何でも作れる感じ、何でも作れるね。ジャイロコプターも作れるよ。なんか、あ、オートバイも作れるじゃん。オートバイ作ろうかな。シャーシが作れるのかどうかっていう話だけどね。ここで作るの？ここで作るんかな？エンジン。あ、ここで作るんだ。オートバイで出るのかな？オートバイ、オートバイシャーシーとか、あ、出るね、出る。あ、ロックかかってんじゃん。ダメじゃん。ロックかかっとるやないかい。マジか。あ、そうなんだ。ああ、ま、もう部品があれば作れるけどって話ね。あ、じゃあ作れないんじゃないの？ミニバイクも作れないんじゃないの？じゃあ。作れないじゃん。マジ、マジで言ってる？マジで言ってますか？あ、そうなの？どっかから拾ってこなきゃ作れないんだ。なんてことだ。ちなみに今在庫があるのは、あ、全然ないね。なんもないわ。エンジンも多分揃ってないからエンジンも組めないよね。ダメじゃないですか。ダメ。これ きついね。本当にあれだね。スキマティックないと何もできないんだね。で、ここにさ、ほら、アドバンスフォージがあるんで、これも作ってみようかな。ね、これもういいわ。あ、これできないのか。ピン止めして、これはもういい。これでき、ちょっと材料足らんかな。あ、足りるか。あ、足りるわ。鉄パイプ。あ、足りる足りる。バッテリー。お、いけるわ、いける。いけます。アドバンストフォージ。作ろう。0秒だって。早っ。え？え？こんなんなの？こんなんなんだ。ちっちゃくていいけどね。おー、一緒じゃん。これ、ルツボとか使い回せんのかな？これ今、なんか溶けてる？ちょっと待って、一旦オフにして。これ、取って、こんなにいらないな。ルツボ、何がセットできんの？フイゴはなんか違うやつだね。アンビルも違うね。これは一緒なのかな？ちょっと待って、これを抜いてみればいいか。ちょ、これ抜いて、これ抜いてはまるかとか見るか。これはまるの？あ、はまるわ。これは一緒なんだ。ということは、ルツボは多分、作れるんだよね。ルツボと。はい。じゃん。あ、いけるね。1分。ルツボ、じゃあルツボは、作って、でもいらないか。まあ、いらなっちゃいらないけどね。こっちをメインにするんだったら、こっちはもうなんか、なんだろうね、粘土作ったりとかしかしないから、いらないっちゃいらないかもね。ね。まだ作れるかな？弾頭全部吐き出しちゃうか。うん。鉄があるから、鉄を使い切るまでは、ルツボ使うかもしんないね。うん。いや、意外とこんな1分でできるなんて思わなかった。全然、あれ？これどう、あ、何？燃料いらないの？これひょっとして。燃料いらない系なの？ひょっとして。あ、そうなの？そうなのかもしれんね。バッテリーつけたもんね。バッテリーつけたから燃料、めっちゃ便利じゃん、それ。あ、めっちゃ便利だね、それね。勝手に溶けるんだ。待って、チタンがあるわ。チタンなんか取れるんだ。ああ、そうなのね。今んところ見たことないけどね。え？リソース、フォージド、チタン。あ、これだ。リソース、あ、チタン。あ、こんなんなんだ、チタン。色違いや。鉄の色違いだね。これスクラップチタン。へえ。どっかからチタン拾えるんだね、じゃあね。なるほどね。なるほど。なるほど。あ、ルツボできました。あの、なんか、フイゴは多分、スキマティックがないとまたできないんだろうね。あ、こっちじゃないか、こっちか。よいしょ。フイゴは、見てみますか。あ、でも作れんのかな？フイゴ。フイゴじゃないのかな？フイゴ。これじゃないね。これじゃないな。これじゃないね。なんかでも見たことあるな、あれ。どっかで。どっかで見たことはあるぞ。なんかで出てきたような気はする。気のせいか。気のせいだったみたい。
気のせいだったみたい。道具、化学、改造パーツ、医療、装飾、資材。なんかどっかで見たような気もしないでもないね。なんていう名前だろうね。また、あれかな。ロシア語なのかな。またロシア語っすかね。改造パーツじゃないよな。ちょっとわからんかな。これ何？化学。化学なのかな？化学じゃないような気がするな。こんなん作れんだね、これね。ラージジェネレーターバンクね。ラージジェネレーター、これ道具？道具。道具で出るか。るつぼがあるぐらいだから、道具で出るかもしんないね。あ、でも出なかったわ。ダメだ。ダメじゃん。これ武器だからね。わかんねえわ。わからんわ。でもどっかで見たことあるんだけどね、あれね。どっかで見たことあるんだけど思い出せない。うん。まあいいか。結局、なんか、あれだね。なんか別に何も変わらん。これ作ったけど、これ作ったけど何も作れないし、これ作ったけど結局何も作れない。別なんか作りたいことがあって作ったわけじゃないからね。うん、あ、そうって感じだね、なんかね。うん、そう。あ、そうって感じだね。うん、まあ、いいか。よくないか。よくないね。スキマティックをちょっとどっかから探してこなきゃいけないね。うん。自転車で行くのちょっとだるいっちゃだるいんだけどね。なんかね、本屋さんが、あ、そうそうそう、ここじゃなくて、結構ね、結構街をね、探索したんですよ。ちょっとマップ見てもらえますか。街をね、結構探索したんですよ、夜のうちにね。フェラルフォードが始まる前の晩に、こっちの方見に行って、この辺ね、この辺見に行ったんですけど、なんかね、どこだったか忘れたけど、ライブラリーって書いてある建物があったんですよ。どこだった、ここだったかな。ちょっと探しに行かなきゃいけないけどね。そこをスキマティックありそうだよね。あと、ここでね、あの、拠点作ってる時もエンジンが欲しくて、この辺ちょっと行ったら、ここにトレーダーがありました。ここにも街があるんだけどね。エンジン欲しくてね、ちょっと車解体したりなんかしに行ったんだけど、その時に街見つけましたね。うん。ちょっとライブラリー、どこだったか忘れたけど見に行こうかな。うん、次回にしようか。4時か。3、5時？ん？ 3 時か。行けなくはないけどね。ちょっとこう、行けなくはないけどな。あ、そういや、ちょっとなんか、トレーダーの品物が変わったかもしんないけど、それ見に行こうか。トレーダーの品物、この、旧紙幣は売っちゃうとして、トレーダーの品物、7日過ぎ、7日14か、14過ぎたんで変わったんじゃないかな。カパッ、ビヨン。誰かいる？これ閉めとかないとね、入ってっちゃうからね。なんか変化があったら嬉しいけどね。閉まった？閉まらなかった。閉まる時もあるんだけどね、あれね。こんにちは、レクトさん。はい、読み込んだ。はい、どうもレクトさん、なんか仕入れたかね。あ、16日だっけ、なんか仕入れた。電気タイマーリレーとかはいらない。あ、救急キット売ってんじゃん。マジ？ 1 個しかないの？もういらないけどね。いらなくはないな。あればあったで、あった方がいいけど。あ、血液バッグ売ってんじゃん。血液バッグ安いね。買おうかな。買っちゃおう。血液バッグで作れるもんね。アルコールがもうないかな。アルコールなくなったかもしれないね。まあいいや。あとは玉か、接着剤、バネ、モロ、トフ、M16。高いね。1万2000円だって。これ安いね。ACWR アサルトライフ。これ弾何？ 7.62 アーモア。あ、これいいね。なんかね。これ強いの？そうでもないね。そうでもないな。銃はでもなんかあの、タクティカルアサルトライフルとかそういうのがあるから、これ何？槍？アーマーを狙い、マイナス、ああ、すごいね。パワーテック86だって強いね。ビーカーとかないんですかね。
ビーカーとか売ってないの。ビーカーを探す旅に行きたいね、そういうのね。ビーカー探す旅に行かなきゃいけないわ。そうそう、思い出した、ケミステ早く作れるようにならなきゃね。どっか探索に行きましょうか、次回ね。大きな建物いっぱいあるんだよね、ここね。なかなか面白そうな、あそこのビルとかさ、なんか変な形の建物とかね。まあ次回やる頃には多分、あ、もう治ったね、やった、治ったわ。あ、治った。オーバー回復してるけど治りましたね。やった。 OKOKOK。 じゃあもう次回から元気いっぱい、もう探索に行けるじゃんね。玉だけちょっと作るか。玉だけなんとかして作って、 AK じゃなくて何を持っていくか。まあ AK メインでいいんだけど、ゴゴロの玉を作りましょうかね。 AK、 ゴゴロの玉、ゴゴロこの辺か。ゴゴロの玉作っとけば、このタクティカルアサルトライフル、これも100発出るんだよね。これすごいよね、100発出るんだよね。で M60、 これが200発出るんで 50.2 でしょ。こっちのが強いんだよね、これ86だからさ。殲滅力はこっちのが上かもしれない、100発も出るし。でこれが5、これも5ゴロなんだよね。あ、違う、308アモだ。これ308アモってあんの、どれ、308どれ、これだ。12発しかない12発しかない。ちょっと待って、コスト的にはどうなんだろうね。どれだ、これか。あ、でも弾頭と、あ、火薬が4使うけど、弾頭と薬莢は11なんですね。なるほど。あ、これはスチールだね。これを作るか。ちょっと準備しましょうかね、じゃあね。もっとね、もっと弾薬作らなきゃいけないんで、じゃあちょっとこの辺は裏で、裏でというか、動画外でまた採掘したりして準備しといて、明日からちょっと探索行こうかな。そんな感じにしましょうかね。じゃあそういうことで。じゃあそういうことで。そういうことでが早いな。とりあえず7ミリもっと作りたいんで、7ミリ、一旦7ミリ作っといて、で、真鍮がでも採掘できないからな。これを溶かすっていう手もあるけどね。これ多分真鍮なんだよね。そう。じちゃんの素敵な、そう。まあいいけど、それは。まあ何かかんかやっておきます。はい。ということで。じゃあ今回この辺にしておきましょう。はい。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。大川さんでございました。またね。